皆様、本日はお久しぶりのこちら、おじゃが、じゃがいもを使ってやみつきサクサクポテト作っていきたいと思います。再びですね。これがもう本当にびっくりするほど大好評で、はい、でマジで簡単で美味しいんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。はい、やっていきます。で、今回ね、じゃがいもこちらちょっとちっちゃめのじゃがいもなんで、まあ結構な個数はあるんですけど、まあこれくらいで大丈夫です。まあたくさん作った方が美味しいです。で、まずね、最初漬けだれ作っていくんですけれども、もうこういう袋、ジッパー、ジップロックとかね、そういう袋の中にタレ作っちゃった方が洗い物も少なくて済むんで、ここにどんどん入れていくんですけれども、じゃあまずこちらにお醤油を大さじ2杯、はい、お醤油、みりん、こちら大さじ1杯、で、ここにお出汁系ですね、めんつゆで、今回は僕はあご出汁を使うんですけれども、白出汁とかでも大丈夫です。大さじ2分の1あご出汁、前回はね、多分めんつゆで作ってますね。ここをちょっと変えるとね、また前回作ったのとはまたちょっと味も変わってね、美味しゅうございます。で、ここにこれは あったら入れてほしいんですけれども、コンソメですね。これキューブ、これが小さじ1個分なんで、コンソメのキューブがあるんだったらそのままコンソメのキューブを、あの粉のやつだったらね、小さじ1杯分測ってあげてください。で、ここにチューブで大丈夫ですので、ニンニクと生姜、こちらを小さじ1杯ずつ入れていきます。ニンニクと、はい、生姜、味付きの塩コショウ少々、少々と、もうこれでタレは完成です。めっちゃ簡単でしょ。で、そしたらちょっとここキューブのままでね、コンソメ入れちゃってるんで、もうこの中でよく揉みほぐして溶かしていきます。そしたらお次はこちらのじゃがいもで、前回多分ね、皮剥いてると思うんだけど、別にね、剥かなくてもね、全然大丈夫ですし、香りもね、強くなるんで、こっちの方が、皮がついてる方がもしかしたら美味しいかもしれないです。ただ土の汚れとかはね、あるので、それはきちんと今回タバスでちょっと擦って土を取ったんですけれども、それを取ってあげて、こちらの目だけは取っていきます。で、まあ気になる方はね、皮も剥いてくれても大丈夫です。で、ちょっとこの目をね、まあ包丁のこの部分とか、あとまあピーラーとかにはね、取るやつがついてると思うんだけど、さっきのね、包丁のこの部分か、こういうピーラーだとね、ここに取る部分がついてるんですよ。で、ここでもうゴリッと掘るだけで、これで目がね、ちょっとピントが合うかな、すぐ取れるんで。ね、このピーラーさ、質問結構来るんだけど、どこで買ったっけ？どこで買った？多分ニトリだよね。え、ニトリかな？わかんない。なんかでも僕たちスーパーじゃない、デパートじゃなくて、なんて言うんだろう、デパートかとかで入ってたまにあるじゃないですか、小皿とかが売ってるお店。うん、そういうところ、いろんなところなんか目かけ次第寄っちゃうから。そこら辺。そこら辺ですね。全然わかんないけど。でもこれめっちゃ本当おすすめです。はい。で、あとはね、もうほんと簡単に、ピントがちょっと近いから合わないかもしれないですけど、これで、ピッて、目だけがね、スッと取れるんで。ほんとね、僕たち普通のね、こういうピーラー。このピーラーも持ってるんだけど、もう、断然こっちの方が使いやすいっす。縦で持てるやつ。はい。で、これで目は取れたから、OK。まあ、こんな感じで、残りのじゃがいもからも、こういう目ですね。これを、ギュイッと。これめっちゃ簡単でしょ。ここにもちょっと目があるんで、これをシュッとこんな感じで掘っていく感じですね。はい。じゃあちょっと残りのじゃがいもからも全部目取ります。じゃあじゃがいも、こちら目を取ったやつですね。お、ちょっとね、端っこは切りづらいんで、まあこれはね、端っこはちょっと濃淡ということで、こっからはい、これくらい 0.5 ミリぐらいかな、ピントが、ちょっと待ってね、包丁の刃を向けるの危ないね。ピントが合うかな、はい、こんな感じでちょっとね、ほんのり薄め、薄いとサクサク感が増して、厚みがあるとホクホク感だよね。そう、ちょっともう一気にカットしていくんだけど、これいいんじゃないですか。これくらいのね、ちょい分厚めですね。薄いわけで、ポテトチップスの3枚重ねぐらいですね。それ薄くね。あ、そんなもんか。そんなもんだな。ほら、でも結構今回すごい絶対うまい、バランスいいっすね。まあこんな感じでちょっと薄切りにして、でもこれさらさなくて、水とかにさらさなくていいので、これはもうカットし次第このタレの中に漬け込んでいきます。ほい、
で、もしね、じゃがいも、こんな感じでね、今回作ってるんですけれども、めっちゃ大量に作れた場合は、あの、タレをつけた後、今回ね、粉、片栗粉と米粉でね、衣をつけるんだけど、それをつけた状態で冷凍しとけば大丈夫です。衣をつけてね、冷凍してあげれば、もし食べるときは、もうそのまんま、また揚げれば、簡単に食べれるって感じにしとけば、大量に作ってても、おやつ代わりのね、この、やみつきポテトが、たくさん作れて冷凍保存ができるのでおすすめです。もしやるんだったらもうまとめて一気にやった方がいいですね。じゃあこんな感じでじゃがいも全部切り終わったらジップロック蓋して、まあ、最初はちゃんとねよくタレをねじゃがいもにからまとわせてあげてしっかりとねタレ全体的にまぶされたかなって感じになったらこちらでね1時間ほどちょっと冷蔵庫で置いて味染み込ませたいと思います。では、じゃがいもなんだけど、まあ、約1時間ほどね、冷蔵庫で味を染みさせてたんだけど、ポイントとしてはね、水分がちょっと出てね、じゃがいもが柔らかくなるんですよ。そうなってきたらもう、あ、いい感じに使ったんだなと思ってください。触ったらね、柔らかくなってるのがわかると思います。はい。じゃあ今回使う衣なんだけど、こちらの、米粉と片栗粉。こちらをハーフ、ハーフ&ハーフでいきます。まあ、ざっくり目分量でいいので、米粉と同量の片栗粉。はい。米粉と片栗粉を入れたら、はい、じゃあちょっとこちらをよく混ぜて、こちらのポテイトを取り出して衣をつけていきます。両面に衣をこんな感じでつけたら置いていきます。今もう衣、この粉の部分はパーってついたら余計なのを落としてあげるって感じで大丈夫です。はい。じゃあこんな感じで全部ね、衣の部分つけ終わりました。でね、もし大量に作って冷凍する場合はこの状態ですね。衣がついている状態で冷凍してあげてください。で、もし次食べるときはもうそのままね、凍ったまますぐ焼いてあげればまたすぐ食べれるようになるのでおすすめです。じゃあ火にかけていきます。じゃあフライパンに今回はこちらの米油適量、まあ、ちょっとね普通の焼き物とかよりはちょっと多いんですけれどもそれでも揚げ物をするほどの量はいらないです、まあ、一面にいけばいいかなぐらいで、うん、から火にかけて中火で大丈夫です。これよく油がいったらじゃあもう衣をつけたこちらのじゃがいもを入れていきます。で、本当にね、薄く油を引いてても、こんだけね、じゃがいもをきちんと、たくさん量入れていくとね、だん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 傘も増されてくるので、スペースを埋める感じでいきます。でね、薄いんで、火は結構すぐ入ります。なんで、あとはもう焼き色ですね。いい感じのね、衣の、いい感じの色が入ったらもうそれで、キャンセルなので。で、1分ぐらいしたら、ひっくり返していく感じですね。で、あの、じゃがいもをね、下味につけてる段階で、芋からね、余計な水分って結構もう出ちゃってるんですよ。なんで、二度揚げとかをしなくても、余計な水分がね、出づらくなってるんで、カリッと仕上がりやすい感じですね。で、火はね、中火って言ったんですけれども、強火にはね、しないようにね、結構あの、味付けしっかりしたものつけてて、醤油とかも入ってるんで、色がね、結構つきやすくて、焦げやすくなるかもしれないんで。で、最後ね、またもう1分間経ったら、もう一回、最後に、軽くひっくり返してあげて、もうね、触った感じで結構ね、サクってしてる感じですね。カリカリな感じは出てるので。はい、オッケー。じゃあ、これくらいになったらもう全部取り出しちゃいます。見ても、これわかる感じね、すごいサクサクなんですけど、これね、しっかり味はついてるので、まあお好みでね、軽くね、お塩とか振ってくれてもいいんですけれども、ケチャップとかマヨネーズとかと合わせて実際食べていきたいと思います。はい。早速、実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。もうこれはね、お酒いいですよね。おつまみ、おやつ代わりだもんね、これは。はい、乾杯。はい。じゃあちょっともう、いいですか？もうね、触った瞬間サクサクなのが分かる。いただきます。やばい俺も言った。あ、マジでうまい。
え、もう揚げ焼きしたてのやつ食べていい？うん、これとか多分やばいと思うよ。あ、うまっ。いや、うまいわこれ。マジでめちゃくちゃ大好評なんだけど、わかる、あのね、味がマジでうまいのよ、うん、なんだったら俺全然マックよりもこっちの方が好きだもん。いやさ、前回と違って今回皮ごとやってるんだけど、マジで気にならないから。そうだよね、全然皮ごとで大丈夫です、うん、香りも強くなるしね、芋の。そう、うん、でね、僕は今マヨネーズとケチャップとあとチリソースとか用意したんだけど、やっぱね、味付けすっごいしっかりしてるから、なくても全然美味しい。あともうこれね、僕が大好きな理由は、あのシャカシャカポテトあるでしょ、うん、あれなんよ。だから子供が絶対好きなんだよ。このコンソメ入れてるのがめちゃくちゃポイント高いと思うんだけど、うん、この味がねマジで美味しいのよ。これがたまらないです。あ、でもね、目分量で切ったあの端っこの部分、うん、ちょっと太いんだよ、うん、それはね、めっちゃ中がホクホクしてた。これもホクホクはしてるよ。もうちょっと僕はもうね、ちょっと味変でね、まずマヨからいこうかなと。どんまね、マヨに合わないわけはないと。うん、次じゃあケチャップで。味変してもそこまでめちゃくちゃ味が濃いわけじゃないから、うん、何にでも合うよね。マジでみんな好きだと思う。絶対好きだと思う。うまい。あとやっぱりこのさ、うん、米粉を使ってるからさ、うん、あの給油率がさ、あの大幅に少ないし、僕たちの場合は米油使ってるんですよ。そういうのもあって本当にポテト食べてる感覚よりも全然軽いんだよね、うんうんうん。それはいつもだから、一回米油でさ揚げ焼きとかさ揚げ物やったら、うん、マジで普通の油戻れないよね、うん、これあのマックのポテトとかと違ってさ、時間が経ってもさ油でへにゃるみたいな感じは全くないんで、うんうん、うますぎるんだわ、うん、マジでうまいわ、止まんね、うん、マジでうめえ。これ居酒屋さんで出したらマジでバカ売れだと思う、ね、マジでこれビールとハイボールマジで合うから、みんな試してみて。やっぱ炭酸系にとんでもなく合う。もうこれとか多分もう最高だね、これも絶対最強だと思うんだよね、これ。うん、もうクリスピーよ、クリスピー。じゃあラストいただきます。もう最後は何もつけずに僕食べますわ。このこれ少なく感じるって結構なことよね、うん、芋5、6個分あったから ね。じゃあいただきます。あ、こっちでこんな幸せなおつまみないわ。芋ってなんでこんな美味しいんだろうね。いや、芋がうまいんじゃない。こうちゃんが考えたこのレシピがマジでうますぎる。本当に簡単なのに、はい、これマジですごいと思うこれマジでうまいわということで、本日はなんと3度目の、つけて揚げ焼きするだけで、うん、とっても簡単につける、やみつきサクサクポテト、おこうちゃんにね再び作っていただいたんですけども、やっぱり定期的にこれは動画にしないと、この新しくね見てくださってる方には絶対に見てほしいとか、もう食べてもらいたい、美味しすぎるから。なぜならこれはほんま美味しい。これやっぱね、あのね、味付けがねもう絶妙なんですよ。これやっぱいろんな味付けの中にこのコンソメがちょこっと入ってることによって、この後からこのコンソメの味がする、この子供も大人も大好きなこのシャカシャカポテトの感じが、僕はもうめちゃくちゃ美味しい。もうこのポテトのポイントだし、あとやっぱ薄めとこの厚めによってこの食感変えられるのもやっぱ自宅でできることだからだと思うんで、そういうところもね、あの食感とかもね楽しいんでね、いろんなの試してもらえたらなと思います。あとマジであの米粉とかを使ってるからが、うん、まあ本当に脂っこくないんですよ。それが一番強いかも。だから
僕がなんかマックってたまに食べたくなるじゃん、めっちゃ。あれさ、時間経った後にさ、やっぱどうしてもみんな食べれなくなんない？まあね。わかる？気持ち、わかみんなわかる人は、そう。それがね、ないんだよね、これは。あの、油っぽい、その、油っぽさでしなってる感じじゃないから、その、時間が経っても美味しいっていうのが、うん、もうすごいいいかなとは思います。はい。はい。ということで、本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい。じゃあ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね！